まあ、今日カリスマ行きたかったな。今からでも来ればいいじゃないですか。まだまだやってますよ。夜の9時に終わって、その後まだ二次会の本戦があるんで。はい、じゃあ始まりました。アースバーサスブルド。そうだね、この2人結構大会戦績は一緒の僕ぐらいなのかな。いい勝負かもしれない。ある意味黄金カードかもしれない。相性的には、まぁ、ちょっとだけ多分、ちょっと結構いいんだわ。まだわかんないけど、まぁ、一般的には多分オリマーがいいとは言われてるカードかな。まぁ、理由としてはやっぱ火力の、ブルルの、そうだね、オリマーの方が高いっていうところと、ヒットがシューティング強いキャラなんだけど、オリマーのシューティングがもっと強くて、長所が潰されやすいっていうところか。相性の影響はあるな。あと、この二人が結構、ガンガン行って、強いタイプだから、拒否でガンガン行くというか、本当ガンガン行くタイプだから、見てて面白いと思う。30分くらいだったら来いよ。来ればいいじゃないですか。別に、フリーだけやりたさに来てもらっても大丈夫です。はい、振り返りがいいので、さあ展開ゴム。おっと、肩で惜しい。さあ、ブルドルマまずは切り返したいが、クマヒット、ここ暴れていく。さあ、展開ゴムだが、ここではでも、このオリマーがね、全キャラ最強の上スマを持っているというか、おっと横スマーすごい飛ぶね、これあの紫色色がやばい、デスデブ来た、あの紫は完全に爆弾だった、やばい、そうなの、特に強い、まあ圧倒的ではないんだけど、うん、やっぱ強い、火力で見たら本当に強い、他の部分も長所があったりする技あるんだけど、はいはい、まあね、急に紫は威力高いけど、あの技としてのリーチが短かったり欠点もあったりはする、まあ当たったらお疲れ様ですみたいな、そうそう、でも攻撃の発生とかは変わるわけじゃないから、はいはいはい、その辺は特に関係ない、さあアースピックまずはフィストショー決めていきたいが、アースピックおっと上手い、使った大絶賛の、おっとしい、あ、今回ルイビーいないんで申し訳ないんですけど、ないです、あ、でもデジタメは持ってきてるから直取りはあるかもしれない、キャタツがただないんで、そこは問題、おっと見てからリエ、これはブルドーリはしっかりずらしている、なんか毎回きちんと動画にしてあげてましたけど、そういうのはちょっと今回はできない、リエ、ティアミ、今度こそブルドーリは今度はずらしを見せてしまう、サンスピッツショック取り返したが、パーセントで結構の差が開いている、さあこの状況でウエスマなどが刺さってしまったらすごい危ない、紫のウエスマだったら確実に死ぬな、これは、オリマーっていうキャラ、このピクミンの原作通りなんだけど、この色によって性能が違うんだ、黄色は基本的に吹っ飛ばし力弱めだけど判定に優れてたり、青色は全体的に強いでさらに投げが強かったんです、赤はオーソドックスな性能で、紫だけさっき言った性能みたいな、であと特殊なのが白ピクミンで、なんだろう、投げても殴っても威力は弱いんだけど、あのピクミンって投げられて当たったらくっつくのよ、はい、くっついてダメージを蓄積していくっていうキャラなんだけど、そのダメージが白だけ尋常じゃなくて、一回くっつけて全部全弾ヒットしたら 40% ぐらい溜まったりってこともあるから、すごい危険だね、さあブルドーリも端っこが辛いぞ、近距離指輪まだ暴発規制、さすが、これはブルドーリはジャンプがあるのかなかったか、あまり気にかけうまい、さあアスピット勝負強い、追いついていく、いい勝負、おっとこれは運がない、こけてしまった、しかも白ピクミがついてる時とはこれはかなりついてない、さすがに両対応うまい、振り向き投げを刺していく、いく、うまい、うまい、連携がどんどんザクザク刺さっていく、ブルドリマまずは切り返したいが、切り返して、おっと今のは使ってしまった、内側回避を両対応させた技だったか、さあブルドもやり返していく、前投げが通って、おっと着地が両方、これはそう逆転勝ち、素晴らしい逆転劇、さすがスピット、火力をお互い見る見るうちに取っていく、楽勝だバロー
どちらピットの声はコナン君。ああ、そうなんだ。ああ、だからか。だからバーロン。この絵は関係ないけど、結構コナンで出演したキャストの声が多いんだよ。かなり。結構有名な声優さんがいるんだよ。ゼルダの声とかなんか確か、あのね、クレヨンしんちゃんのミサイルの声だって確かって言ってた。マジか。結構いるし。スネークはまあもちろん有名なオスカー君。それは。そんな結構あるのかな。あんまり俺も知らないけど、結構有名な声優さんが多い。だプリンだったら確か金井美香っていう人だから。結構有名な声優さんらしい。あーっと、ブルロリマ焦げてしまった。これはついてない。切り返しを許す。さあ、端っこで、フックソシが取ったら危ないぞ。今、青ばっか集めてるって。そうだね。うん、これは青も集めてる。あーっと、これは横島プリント。ブルーノさん、ちょっと横島のずらしがまだできないか。これと、しかしまだバーストしない。アスピとバックで帰ってくる。このパーセントを使って、相手の2ストック目のパーセントを貯めていきたいところだが。下スマ 1.4 位、うまい。内側回避を完全に読んでいた。今のはずらしも失敗した。どっちでも死ぬな、あれは。あのね、違うんだわ。ベクトルがね、こいつの下スマね、もともと基本ベクトルが低い技なんだよ。もともと横に飛ぶベクトルで、上斜めにずらしたから45度ぐらいで飛んだっただけで、今ニュートラル状態で食らったら横に飛んじゃう技なんだよ。ああ、はいはい。だからずらしてもああやって低いベクトルだった。そういうベクトルの技は本当に横バーストしなくて強い。ずらしても要は横ラインがだいぶ稼がれる技だ。逆に言うのは下にずらしたら地面こするようになるから、うまくやれば受け身が取れたりもできる。そんなテクニックもあったりする。さあ、おっとブルドホルが逆転していく。今のは俺もうまいってはず。すごいね。さあ、くっつき、これはちょっと取りにくい。さあ、ブルドーリマはシューティングしていく。ブルーマー暴れ、ブルドーリマ強気のアタックを通していく。またまた強気。内前で暴れる。アースピット、まずはストック並びたいところだが、このブルドーリマの鉄壁、この鉄壁の攻め、攻撃こそ最大の防御と言わんばかり。そう、ブルーの最近あったパルテナのあの 3DS のパルテナの鏡の公式大会で準優勝してます。3-on-3 だったらしい。あー、飛ばそう。おっと、ブルーロフィも圧倒的な火力で返していく。1-1だね。そう、ブルーロリマはね、本当に火力は本当に最強と言われてるから、イケイケタイプ。ボリマーっていうキャラ、飛び道具がついたら拒否見ながら戦っても強いんだけど、攻めもすごい優秀なキャラだから。大丈夫、ここ配信でスマブラなんで配信してんの、ここ配信でなんでトリクルクイーン配信してんの、言ってること一緒だから、ね、まあそういうことだ。ここ何でもありだから、ね、あっちは、あ、オーコンカードが欲しい。クロアンバーサススバイが行われるそうです。お互いちょうど実力が近くてのいいカード、勝率もいつも5分ぐらいだから、そっちだけグランタが勝ってるかな多分。ちなみにさ、実は今このカードってさ、なんか両方とも優勝してもおかしくないぐらい強いか。今回のそうな大会レベルだったら2人とも正直優勝候補だ。もともとの大会でも十分優勝狙えるけど、はいはいはい、2人ともまだ優勝経験はない。ブルーノさんは永遠の準優勝候補と言われてる。そのパルテナの大会でも準優勝しちゃったぐらいだから。ああ、なるほどね。本当に準優勝で、なかなか優勝の壁だと思って。アース君も確か最大で準優勝だった。なんか、謹慎感がある。謹慎感がある。謹慎感がある。謹慎はちょっとなんか、謹慎は違うな。ちょっと犯罪の例だ。試合が進行しててね、ちょっと試合が設けられるようになったんで、無理に試合がアナウンスをします。まあ、今の今までフリーしてるっていう人はさすがにいねえとは思うんですが、まあ、一応あのスマホスで上がっていく。アースト、すごい逆転。10万以降。さあ、ここで前投げ、おっとこけたか。これは多分問題ない。クマアマなんで、ワンポイントは、1から10まで、まあ、開けといてください。あ、ごめん、やっぱね、ちょっと10もね、
開けといて、ごめん、ね、11以降、11から16か17まで。まずはパーセント暴れ奪われないようにして、実践したいところ、アーティストが使ってしまった、これは、やってしまった、ワンチャンを逃す、しかし前投げ、いや、後ろにただまだ試合残ってるから、フリーキーにプレッシャー負ける。もう負けたってやることない人は11番以降でさあ、ブルドルマン端っこは辛いがでぶっぱ、しかしブルドルも硬いテンペスタへ、いい判断空中スローエラーと届かないと判断して空中したいか素晴らしい判断さあ、展開はブルドルマンがスリーを奪っていくがまだまだわからない空中へ高さが不安当たっていく、このセーブの判定バグ前上げ、これは展開が多いしろおっと、しかし暴れここで暴れを擦っていく綺麗に破壊するが、くっついたら空中前で破壊するセンプルコード武志いい肉が5番テレビ武志いい肉が5番テレビ、ね、おっと、これはしかしギリギリ粘るこれはでかいしっかりずらしていたおっと、ハスピッツの着地があり強気のリエ今の防圧方が、おっと、これはちょっとベクトルが欲しいぞこれはワンチャンあるこれは6番テレビ紫ピクミを持っていたフロアンスバイは、6番テレビあー、まあ、あの使い方がうまいタライイソタク、タライイソタクは7番テレビうまい呼んでいた今のは鳥肌もの。さすがハスピッツ強気なスタクを仕掛けて通していくさあ、ブルドーリマまずはパーセントをストップを戻したいがこれはおっとアースピット内側に出す外側に出しちゃったかな今のはボブになってボブになるねこれはさあどっちが勝つか全くわからないさあピクミンがバコバコついていくしかしこれはもう投げパーセントおっと2段目がヒットこれは惜しい横芝ガンガン打っていけしかしブルド今度はずらす二段技なんだけどさっき言ったヒットストップずらしを使うと一発目を激しくずらしたら二発目を避けるっていうことができるああなるほど反応は早いけど10何フレぐらいだから言うのがないから10フレも8フレぐらいしか多分言うのがないからただあらかじめ先行で半角だって分かってたらガチャガチャやってるからずらせるからその辺で結構対策ができる鼻技はそういう部分で結構穴があるからおっと投げすかしを確認して暴れていくブルドーリマンいいえでは刺してシューティングにも負けていない横島こするがこれは反角なしドーリマン確かに反撃性能は近距離だったら高いんですが遠距離だと結構取りにくいから後ろ投げこれはしっかりずらすさあリードを学ぶブルドーリマンだがブルドーも十分危ないパーセントおっと上っすわ痛烈な一撃勝ったのはブルドーリマンわあ。ミストマスクもったいなかったな気がする。上投げだと思って多分右押してたじゃん。だよね。あれはそうだ。正しくは左上にずらしといて確認してからな。もったいなかった。ちょっとね。ずらしてたはずなんですけど、ちょっと見た瞬間でなんかやったほうがいいちょっと反応速度の速さが上がるちょっとこっちだわけじゃないあれがちょっと大きかったかなあ実況は俺スマッシャーです大丈夫ですこういうね、誰かとか基本形で尋ねられたものは、うん、基本ミスプッシティなんかついつい律儀に答えてしまったしまうこういうのは10分後にもう一回同じ質問来るからあー、はいはいはいてか下手したら喋ってる人山田に変わってるかもしれないそうそうそう極端に言えばね、実況とか本当は誰でもいいまであるから、まあそうだね、ああそのそこは重要じゃないからね実は久保さんですよ、ね、ちょっとかっこいいあまあそれはかっこいいけど久保さんいつの間に超実は勉強してきましたねめちゃめちゃあいつ勉強してるぞ夏で配信のために勉強しましたこれは10分と言わず30秒後の同じ質問が来ましたよあらあらあら